アメン、あ、ハレルヤ、アメン。こんばんは、こんばんは、サマさん、こんばんは、サマさん、こんばんは、ハレルヤ、アメン。ヒカルさん、ハレルヤ、アメン、アメン、ハレルヤ。フリスありますよ、フリスね、フリス。はい、今日はちょっと暖かいでしょうかね。今日はちょっと暖かいですね。はい、今日は土曜日ですね。明日、日曜日です。日曜日は朝10時半から礼拝があります。今日のお昼はマジ半袖1枚でよかった。はい、あやぺさん、こんばんは。あやぺさん、こんばんは。ハレルヤ。これはですね、これはロバの子ですね、ロバ。ね、ロバ。イエス様がエルサレムに入場するときに、ロバの子に乗ったということですが、小さなロバでチーロバと言いますね。チーロバ、チーロバですね。ヤギじゃないですよ、ヤギじゃない。明日行きたいです。町田の近辺の方、来てくださったら嬉しいですね。小太郎さん、ハレリア、アメン、アメン、ハレリア。あ、小太郎さん、ありがとうございます。アメン。皆さん、石原慎太郎知事がですね、まあ、今日辞めたのかな、東京都知事を、辞職しましたね。実はですね、まあ、それを祈ってたわけですね。東京石原都知事がですね、都知事を辞めるのを祈ってましてですね、それで叶えられたんですね。なぜ、彼が都知事を辞めることを祈ってたかというと、まあ、彼はですね、皆さんご存知のように、まあ、右翼的ですね、右翼的ですから、中国の人、韓国の人は、まあ、石原都知事や橋本大阪府知事、大阪、今大阪市かな、大阪 市長かな、あまり嬉しく思ってないわけですね。つまり、その中国韓国の人たちからすると、やっぱり、太陽戦争のことをですね、本当にこの、居直るのではなくて、本当にこう、罪を悔い改めるような、罪を認めて悔い改めるような政治家が欲しいわけですね。戦前戦中と同じような考え方の政治家は欲しくないわけですね。結局、まあ、カリスマ的に言ってもですね、この、まあ、民族主義と言ったらいいのかな、民族主義的なのは良くないんだということですね。自分の国だけが偉いとかですね、他の国の民族は劣ってるとか、そういうのはもうおかしい、どう考えてもおかしいわけですね。民族とか国籍によって差別してはいけないというのは当たり前の話なんですが、その当たり前の考え方がまだ日本は身についていないんですね。人間はみんな平等なんだよというね、人間はみんな平等だという、日本人だけが偉いわけじゃないんですね。中国の人も韓国の人も日本人もみんな同じ大事な人間だということですね。大事な人間ね、その国によって、ね、その人間の価値が変わるわけじゃないんだということですね。こんばんは。タイトル きつすぎます。本当。傷つきますですか、きつすぎますですか、どっちか、人間の愛は嘘の愛である。ちょっときついかな、これ。ちょっときついということですが。人間の愛は嘘の愛である。ねえ、ちょっとカチンときますよね、カチンと。私の愛は嘘なのか。私の愛は嘘なのかとですね、カチンとくると思うんですが。まあ、その、ディスってるつもりのタイトルではないんですね。ディスってるつもりではなくて、聖書はそう言ってるよみたいなね。聖書はそう言ってるんだよということですが、まあ、愛というのはですね、
愛というのは、まあ、キリスト教で一番のタイトルなんですね。トピックスと言ったらいいのかな。ですから、この、愛というテーマは、まあ、メッセージではしょっちゅう出てくるわけですね。神を愛なりと、神を愛なり、つまり愛を考えるということは神様を考えることだよということですね。神様の愛、神は愛です。ですから神様を知るということは愛を知るということですね。それからどこに書いてあるかというとですね、ここに書いてありますね。早速聖書、第一コリント、第一ヨハネ4章、第一ヨハネ4章ですね。7節からいきましょうかね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。7節後半に、愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。つまり、神から生まれるっていうのは、聖霊をイエス・キリストを信じて聖霊を受けた者、聖霊を受けた者、それが神から生まれたんですが、その神から生まれたものは、ね、愛があり神を知っているということですね。聖霊を受けて、聖霊を受けて初めて愛があるものになる。聖霊を受けて初めて神を知るものになるということですね。ですからイエス・キリストを信じてない人たちは愛のないものであり、神は分からないということですね。神が分からない、愛を持っていない。だから人間の愛は嘘というのはここからでも言えるわけですね。つまり愛のないものが愛があるかのようにいくら頑張っても愛がないんだという。もちろんこれは神の愛ですよ。神は愛ですからね。だから神の愛、神から生まれて初めて、神から生まれて初めて神がわかる。神から生まれて初めて愛がわかる、ね。愛のないものに神はわからない。愛のないものは神がわからない。ですから愛がないのに愛してる。愛がないのに愛さなきゃいけない。つまり、人間の愛というのは振りの愛だということですね。愛してる振りをしている、愛さなきゃいけない振りをしている、愛があるふりをしている、ね、愛しているふりをする、これが人間の愛ですね。つまり愛がないということに、あ、第三、ハレリア、アメン。愛がない自分を発見しようというサブタイトルをつけましたが、結局のところですね、ああ私は愛せないんだ、私は目の前でいる人も愛せない、自分の子供も愛せない、自分の友達を愛せない、自分の家族を愛せない、ああ自分を愛せないんだということに気がつくことが大事なんだよということですね。愛がないのに愛してるとか、愛して、愛がないのに私は愛があるよとか、それが嘘の愛だよということですね。それが嘘の 愛ということですね。じゃあちょっと皆さんですね、意地悪テストいきますよ。意地悪テストですね。クリスチャンじゃない方、クリスチャンの方はこれ別ですよ。クリスチャンの方で、クリスチャンじゃない方で、クリスチャンじゃない方で、私には愛がある、私の愛は本当の愛だ、私は人を愛せる、クリスチャンじゃない人ですよ、という人が1ですね。で2は、私は愛がない、私が愛がない、ね、愛せないと正直な人が2ですね。で1は愛が、私は愛がある、私は人を愛せると嘘吹く人ですね。嘘吹くもうそこまで言っちゃうんですが、嘘吹く人は1 正直な人は2ですね。いきますよ。ノンクリスチャンの方で、私は愛がある、私は人を愛せるという人が1ね。で私は愛さなきゃいけないことは分かってても
愛せないんですっていう正直な人が2ですね。いきます。1、2の3。わお、わお、半分、 49% と 51%。 わお、皆さん、半分の人は正直です。半分の人は正直ですね。半分の人はまだ自分の愛が嘘の愛だっていうことに気がつかないのです。一番の人はまだね、自分が愛せると思い込んで、サタンに騙されて思い込んで、自分の愛は本物である、自分の愛は立派な愛である、自分の愛は人の愛よりも優れていると、サタンに騙されている人が一番です。自分の愛がね、見せかけの愛だということにまだ気がつかないのです。自分の愛がですね、その本当の愛じゃないということに気がつかないのですね。本当の愛、それではですね、次の質問は今一番の人に今度質問します。一番の人で、私は愛があると言った人ですよね、未信者の方でですね、未信者の方で、私は愛があると言った人が、私の愛は永遠に変わらない、何があっても変わらないっていう人が1ね。で、それはちょっとこう嘘吹いてるんですよ、嘘吹いてる。で、2番の人は、ああ、私は、確かに愛があるけど、その一時的でやっぱりコロコロ変わっちゃうんです、愛せない時もありますね。私の愛は、愛せる時と愛せない時があるという正直な人が2番ですね。1番の人は、私の愛は永遠です、私の愛は変わりません、無条件に愛しますという人が1ですね。はい、いきますよ。わかりました、難しい、要するに1番の人は、私の愛は無条件の愛だ、変わらない永遠の愛だというね。2番の人は、私の愛は無条件ではない、愛せない時もあるんだという正直な人が2番ですね。いきます。1、2の3。おお、すごい、 60% まあさっきの 49% の中の 60% だから、まあその中の 40% の人はまあ正直だということですね。60×40 で全部のリスナーの方の 24% は自分の愛は絶対的な愛だというね。すごいですね、4人に1人の人はですね、自分の愛は変わらない愛だと言ってる。すごいですね、すごい、すごいですね。皆さん、そのキリスト教の愛はですね、神の愛ですね。人間の愛はいつか枯れ果てて灰になってしまいます。私たちは無条件の愛とかアガペの愛とか言うんですけど、神様の愛は、相手が愛してくれなくても愛する愛ということですね。相手が愛さなくても愛する愛。昨日英語のところでですね、やったのが、あなたの敵を愛しなさいっていうのありましたよね。 Love your enemy っていう、Love your enemy。 その敵を愛しなさいっていうのは、普通ですね、人間の愛は敵を愛せないんです。敵を愛せない、ちょっともう一回アンケートやってみよう。皆さん、自分の敵を愛せる人が1、まあ、これクリスチャンだったら言えちゃう、クリスチャンじゃない人ね、ノンクリスチャンの人にしましょうね。クリスチャンだったら愛せちゃうからね、ノンクリスチャンの人が対象で、敵を愛せる、敵を、自分の嫌いな人、自分の憎んでる人を愛せる人が1。もちろんできないよ、そんなことできるわけないじゃないかね。敵を愛せないよ、憎んでる人を愛せないよって正直な人が2ですね。敵を愛せるよ、嫌いな人を愛せるよっていうノンクリスチャンの人で嘘吹いてる人が1ね。正直に愛せないと言える人が2に行きますよ。いきます。1、2の3。おお、やっぱりだんだん正直になってきましたね。でも 30% の人は敵を愛せる、無理してんじゃないですかね。本当に敵を愛せますか？
本当に敵を愛せますか？クリスチャンでも大変なんですよ。牧師でも大変なんですよ、敵を愛するのは。ねえ。そんな簡単に敵を愛せると思わないんですけどね。ちょっと、うかがわしいですね。いいですか？イエス様がですね、イエス様が大変ですね。ありがとうございます。イエス様が敵を愛しなさいというのはですね、イエス様が敵を愛しなさいと命令しているのは人間にはできないんだよっていうことをが含まれているんですよ。私たち人間の愛では敵を愛せないんだ。だから敵を愛しなさいというのは、イエス様が敵を愛しなさいというのは、あなた方が神の愛を持ったらばできるんだよということの中で敵を愛しなさいと言ってるんです。神しかできない愛なんだよ。神の愛、本当の愛、愛でしか敵は愛せない、敵を愛することはできないんだよということをイエス様が言ってるのです。だから聖書を読んでね、ある人が聖書、敵を愛しなさい、敵っこないじゃんってね、みんな思うわけです。で、それはそうなんです。人間にはできないんです。人間の愛は嘘の愛ですから。人間の愛では敵を愛せないんですね。愛せると言ってる人は嘘をついてるんですね。イエス様はイエス様を信じて敵を愛します。敵を愛せると言ってる人は嘘を言ってるんです。人間には敵を愛せないんです。むしろね、人を愛せないという弱さ、人を愛せなきゃいけない人も愛せない、愛せなきゃいけない人も愛せない、これが人間の愛なんですね。ですからよく幼児虐待ね、幼児虐待してしまう人たち、みんな責めますよね。なぜ自分の子供愛さないんだ、なぜ自分の子供をいじめるんだ、なぜ自分の子供を虐待するんだと、みんな世の中の人はそういう幼児虐待してる人を責めるわけです。でもね、確かにそれは責められるべきことなんですけど、実は幼児虐待している親だけが自分の子供を愛せないんじゃなくて、全ての人が愛せなきゃいけない人を愛せないのが、これが真理なのです。わかりますか。皆さんも人を愛さなきゃいけないのに愛せないということに気がつかなきゃいけません。愛せない、人を愛せないというのが一部の人だけじゃないんだよということです。一部の、アメン、すべての人に愛はありません。アメン。一部の人だけが愛せないのではなくて、私も含めてすべての人が愛せないということに気がつくことが大事なんだよということですね。世の中には争いがあります、喧嘩があります、トラブルだらけです。もう一致もサッチもいかないぐらい、家庭の中でも社会の中でも会社の中でも、人間の愛は幻なんですか？そうなんです。人間の愛は幻なんです。愛がないから世の中はうまくいかないのです、ね、世の中はうまくいかない。だから大事なのは、人間の愛は嘘の愛である。自分は愛せない、自分は家族も愛せない、人を愛せないということをはっきりとね、もうプライドを捨てて、恥を捨てて、正直に認めるとこから行くんです。皆さん、悔い改めるというのはそういうことです。今日のテーマは難しい？本当？悔い改めるというのは、まあ、偶像崇拝をやめるということも大事なんですが、今日のテーマからすれば、悔い改めるというのは、ああ、私は愛せない。私の愛は嘘である。私は愛すると言いながら愛していないということを正直に認めること。正直に認めること。それが悔い改めですね。それが悔い改め。それが悔い改め。ああ、イエス様ごめんなさい。私には愛がありませんでした。私には愛がありませんでした。ごめんなさいと。そのように認めること、
これが悔い改めなんですね。これが悔い改めなんです。皆さんアメンですか？小太郎さん、イエス様ごめんなさい。皆さんアメンと言いましょうね。アメン、アメンっていう人は正直です。アメンという人は自分の内面をよく見てる人です。アメンという人はプライドを捨ててね、真理を愛する人です。アメンという人はね、自分の愛のなさに気がついた人です。アメン、アメン。僕には愛がありません、イエス様ごめんなさい。アメン、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 アメン。アイペさん、アメン。で、愛がないっていうことが、ね、確認して、認めて、愛がありません、と、ね、ギブアップして、ギブアップしてですね、認めた時に、初めて、初めて、ああ、イエス様、愛をください。愛をくださいという、まさに、まさに、信仰の必要性がそこにあるのです。なぜイエス様を信じるんですか？なぜイエス様を信じるんですか？愛がないから、愛がないから、愛が欲しいから、イエス様に、イエス様にもらうのです。だから愛があるっていう人は信じないわけです。信じる必要ないからね。でも愛がないということが分かった人は、愛がないということが分かった人は、信じる必要があるのです。イエス様、ください。本当の愛を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 ください。と、信じる必要があるんですね。皆さん、深いでしょ？深いですよね。イエス・キリストを信じるというのは、信じる理由があるんだよ。信じる意味があるんだよ。イエス・キリストをなぜ信じなきゃいけないのか。なぜイエス・キリストを信じなきゃいけないのか。それは私たちの、私たちの、私たちは愛せない、愛がないということの、まあ、状況というか、真理というか、そういう愛が必要だ。愛が必要だということに気がついたから、気がついたから信じる必要があるのです。アメン、アメン。皆さん気がつきましたね。気がついた人は愛が欲しいと思います。アメン。で、さっきの続きをちょっと読みましょうね。じゃあ本当に、本当にね、本当の愛があるのかということですが、本当の愛があるのか、どこに本当の愛があるのか、どこに神の 愛があるのかね、ここに書いてあります。さっきの続きですが、9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。どこにあるんですか？十字架にあるのです。どこにあるのですか？神様が私たちを救うためにイエス・キリストを与えてくれたところにあるのです。どこにあるのですか？どこにあるのですか？神様が、神様が私たちを愛してるから、神様の一人子であるイエス・キリストを私たちに与えた。愛してるから与えた。愛してるから救おうとされた。愛してるから御子、一人子イエス・キリストを私たちに与えた。神様の一番大事なお方、神様が愛している大事な大事な一人子、一人子ですよ。皆さん一人っ子でしょ。皆さん一人っ子は親に愛されてますよね。神様の一人子、一人っ子を皆さんに与えたのです。
だからそこに愛があるのです。そこに愛があるのです。そこに愛があるのです。皆さん、神の愛をそこに見るのです。人間の中に神の愛がないのですから。人間の中に神がの愛がないのです。どこには神の 愛があるんですか。十字架にあるのです。十字架に、十字架に神の愛があるのです。十字架だけに、十字架だけに神の愛があるのです。十字架だけなのです。十字架だけなのです。十字架だけが、十字架だけが神の愛があるのです。人間にはないんです。この世にはないんです。地球にはないんです。地球には、この世には、人間には神の愛がないのです。十字架だけに、十字架だけに、十字架だけに神の愛があるのです。本当の愛があるのです。なぜですか。神が私たちを救うために与えた愛だからです。イエス様ご自身が愛と言ってもいいんです。イエス様が十字架に通して私たちに与えてくれた、イエス様こそ愛なんだ。イエスキリストこそ愛なんだ。神様が与えた唯一のお方、イエス様が愛なんだという、皆さん、本当の愛は十字架にしかないのです。本当の愛はイエスキリストなのです。ですから十字架を見上げて、イエスキリストを見上げて、愛がわかるのです。本当の愛がわかるのです。神の愛がわかるのです。偽物ではありません。人間の愛ではありません。コロコロ買う愛ではありません。嘘をつくような愛ではありません。ふりをする愛ではありません。偽善の愛ではないんです。本当の愛が、本当の愛が、本当の愛が、本当の愛が十字架にあるのです。イエスキリストこそ神の愛なのです。イエスキリストこそ神の愛なんです。アメン、アメン。この愛を皆さん知ってほしい、知ってほしい、知ってほしい。イエスキリストの愛を知ってほしい。皆さんのために死んだ、皆さんのために死んだ。私のため。2000年前じゃないですか。日本人じゃないですか。なぜ私のためなんですか。皆さんのためなのです。皆さんのためなんです。日本人のためなんです。21世紀に生きている皆さんのためなんです。2000年前であったとしても、2000年前であったとしても、皆さんのためにイエスキリストは死んだのです。身代わりなのです。身代わりなのです。皆さんの代わりに罰を受けた。皆さんの罪のゆえに死んだ。皆さんを許すために、皆さんを許すために死んだ。命を捨てた。血を流した。皆さんのためなんです。皆さんのためなんです。皆さんを救うためなんです。皆さんを許すためなんです。そこに愛があるんです。そこに愛があるんです。そこに愛があるんです。愛が分かりましたか？愛が分かりましたか？愛が分かりましたか？神の愛が分かりましたか？これが本当の愛なんです。これが本当の愛なんです。本当の愛なんです。十字架の愛が本当の愛なんです。本当の愛なんです。アメン、アメン。皆さんの中に本当の愛がありますか。皆さんの中に本当の愛がありますか。ないですよね。ないです。神の愛は本当の愛です。神の愛は本当の愛です。愛すると言ったら愛する愛、敵を愛し、自分を殺す者を愛し、十字架にかかっているイエス様を、ね、罵っている人をも愛し、自分を裏切る、裏切った十二弟子の一人のイスカリオテのユダでさえ愛し、罪人を愛する愛、罪人を愛する愛、私たち人間は
悪い人を愛することはできません。神の愛は悪いことを愛することができる愛なんですね。悪いことを愛することができる愛、皆さん神の愛を知りましょう。神の愛を知りましょう。そして神の愛を知ったならば、神を知ったならば、11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかって誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。アメン、アメン、アメン。この世には神がなく、人間には神、あ、ごめんなさい、この世に神がなく、この世には愛がなく、人間の中に愛がないか、なくて失望し傷つき、愛されず愛されず、多くの人は愛されないで育った人がたくさんいるんですけども、十字架を知り、イエス・キリストを知って、そこに愛を見出し、ああ、あった、本当の愛があった、本当の愛があった、本当の愛を見つけた、その時に私たちは、神様がこれほどまでに愛されてるならば、私たちは愛するべきだということがわかるのです。私たちは以前は愛し合うことができなかった。人間の愛は偽物だからね。人間の愛は嘘の愛だから愛し合うことができなかった。しかしイエス様を見上げて、十字架を見上げて、神の愛が分かって、神の愛が分かって、その十字架の愛を受け取ったとき、十字架の愛を受け取ったとき、あ、神の愛を受け取ったとき、神が愛されていることを信じるとき、神に愛してほしいと思うとき、その人は救われて、神の愛を受けるのです。神の愛を受けるのです。神の愛を持つのです。その時に、初めて、私たちは、愛し合うことができるのです。愛し合うことができるんです。以前はできなかった。以前はできなかったけど、今、イエス・キリストを知った時に、十字架の愛を知った時に、初めて愛し合うことができるようになったのです。ですから、愛し合うということが大事で、大事だということが分かったんです。以前はできなかった。以前はいじめちゃう。以前は憎んじゃう。以前は 愛したくても嘘の愛でしか愛せなかった。コロコロ変わるような自己中の愛だったんです。しかし、イエス・キリストを信じてから、イエス・キリストの愛を知ってからは、愛せるようになってくるんです。愛せるようになってくるんです。愛し合うということができるようになったんです。それは十字架のおかげです。十字架以前は愛し合うことができなかったけど、十字架後は愛し合うことができるんです。イエス様おっしゃいました。あなた方に新しい戒めをあげよう。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めです。クリスチャンはこの戒めを受け取りました。以前はできなかった。愛することができなかったけど、今愛し合うことができる。今愛し合うことができる。十字架のゆえに、イエス様のゆえに愛し合うことができる。愛し合うことができる。愛を知ったから。愛をもらったから。神の愛で、本当の愛で愛し合うことができる。
ですから、ここにあるように愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。私たちも互いに愛し合うべきです。愛し合うべきです。愛し合うべきです。それが神の国です。それが神の国です。それが神の国です。皆さん、愛のないこの世、愛のない日本、愛のない世界、十字架の愛で、神の愛で満ちてくるのです。満ちてくるのです。神の愛が必要なのです。皆さんはそれをできるのです。皆さん、愛し合うことができるのです。愛し合うことができるのです。愛し合うことができるのです。日本に必要なのは神の愛なんですね。日本で必要なのは、日本が必要なのは、一番は神の愛なのです。神の愛なのです。アメン、アメン、アメン。私たちは信仰を学んでいます。イエス様から学んでいます。それは愛することを学ぶということです。神の愛を、愛で、まだ愛し合うということを学ぶのですね。競争しなくても愛し合うことによって全ては富みます。人を愛することの本当の意味は信頼するということです。以前は皆さんは欲を求めていたかもしれません。お金を求めていたかもしれません。人間の愛を求めていたかもしれません。皆さん、今日から、今日から神の愛を求めましょう。神の愛を求めましょう。神の愛を求めるのです。それが大事なことなんです。神の愛を求めるのです。神の愛を求めるのです。アメン、アメン。神の愛を求めますか？神の愛を求めますか？アメン。イエス様の愛を知らずに本当の愛を知ることはありえないと分かりました。アメン、アメン、アメン。神の愛こそ真の愛です。アメン。それでは今日の英語はですね、今日の英語はルカの6の35、ルカの6の35。 Love you I、 あ、これやりましたね。36ん、あ、35ね。 Love you are enemies、 あ、これちょうどぴったしのとこでしたね。Love your enemies, do good to them. Love your enemies, do good to them. まさにこれは、あなたの敵を愛しなさい。彼らに良くしてあげなさい。と書いてあるんですね。Love your enemies, do good to them. Enemy っていうのは敵のことですね。Enemy、敵。Love your enemies, do good to them. 彼らに良いことをしなさい。敵を憎むのではなくて、敵を愛し、敵に良いことをしなさい。これが神の愛だということですね。これが神の愛だということですね。アメン、アメン。それではですね、証しタイムいきましょう。神の愛が分かった証し、神の愛が分かった証し、スタート。神の愛が分かった証し、スタート。本当の愛が分かった証し、今日はちょっと難しすぎた。
こんな私でも愛してくださるイエス様に感謝します。愛する、ごめんなさい、ちょっとたくさんなのでちょっと読めないんですが、いいのがたくさんありそう。信仰スランプで落ち込んだ時に精霊体験しました。愛は心を受けると書く、受けるのはイエス様です。愛に満ち溢れた放送を見て愛を知ることができました。愛の素晴らしさが、神の愛で軟禁の謝罪をするべきだと分かりました。信者じゃないが今日の話は少し共感できた。アメン。毎日生きてられます。神の愛を感じました。今では教会生活が楽しいです。神の愛で日本が変わればいいと思いました。人間の愛は状況が変われば愛せなくなり消えたりします。イエス様を通して愛を知りました。愛の意味を知りました。自分の愛が偽りの愛だと気づきました。アメン。愛を知れば人を愛せるようになり平和になるんだと分かった。アメン。愛の素晴らしさが伝わってきます。愛は人を好きだということではなく信頼するということ。イエス様の愛が真実なのは永遠に愛を与えるからです。イエス様のおかげで神の愛を知ってから人と話すのが好きになってきました。神様の油注いでください。助けてください。人間が理解できる愛には限りがあるということでしょうか。愛には愛で応えようと思いました。アメン。神の愛でアジアは一つになると思いました。アメン。イエス様のおかげで愛に満ち溢れている旧放送に出会いました。もうすぐ Q ちゃん牧師に会えるのが楽しみです。神の愛は全ての秩序を回復します。今日もこの放送で涙が流れました。余計なものなどないと思いました。愛には愛で答えようと思います。神の愛を受けて生きていきます。教会は神様の愛で満たされています。神様の愛はイエス・キリストを地上に使わしたことです。アメン。イエス様の愛でアジアが平和になります。キリストは神の御子。人間の愛は人を利用しようとしてしまうと分かりました。キューちゃんは韓国の大統領に似てるよね。よくそう言われます。同じ景色
キュウちゃんもっと笑顔でやらないと幸せそうに見えないよ。この歌欲しいです。この歌欲しい方はこちらの賛美というところを見てください。イエス様の愛で皆が救われますように。イエス・キリストが十字架にかかり贖われたこそ信じて悔い改めば許されます。神の愛で日本にリバイバルが来ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハレルヤ、アメン。神の国ポイントが増えました。右の方を打たれたら左の方を向けます。愛は地球を救うと思いました。この放送でお金への執着がなくなった。ハレルヤ。キューちゃんポイント、キューちゃん天国ポイントは他人に分けることは可能ですか？どうでしょうかね。祝福することはできるじゃないかな。祝福はイエス様のおかげで心が愛で満ち溢れました。24時間 Q テレビ期待します。この放送でお腹が膨れました。この放送には神の愛が降り注いでいます。愛がすべてです。愛がすべてです。この歌からイエス様の愛が分かりました。イエス様の真実の愛で知れて救われました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。多くの人は幸せになりたいと思いますよね。幸せになりたい、だけどその幸せというのはどういうことかなかなかわからないわけですね。結婚したらですね、その夫とか妻の愛で、なんかこう幸せそうな風になりますが、しかしだんだん冷めていってね、新婚気分がずっと続くわけではないわけですよね。私も今日なんかこの歌に愛を感じてきています。奇遇ですね。皆さん、幸せというのはですね、今日のテーマから言えば神の愛で愛されることです。神様の愛で愛される、神様の愛で愛される、これが幸福です。これが幸せです。本当の愛で愛されること、これが幸せなんです。多くの人はだから愛されてないということです。多くの人は幸せではない、幸せではない。なぜ幸せではないか、ね、神様に愛されてないからです。神様に愛されてないから幸せじゃないのです。で、その神の愛の代わりに人間の愛を求めたり、神の愛の代わりに、欲望を求めたり、神の愛の代わりに、お金を求めたりするので、それが偶像崇拝だということです。偶像崇拝というのは、偶像崇拝というのは神の愛の代替と言いましょうか。神の愛じゃないもので満たされること、満たされようとすること、
神の愛じゃないもので満たされようとすること、これが偶像崇拝です。これが偶像崇拝です。ですから神様の愛で満たされること、神の愛で満たされること、これが本当の幸せです。幸せです。ですから何を求めるか、まずしっかり理解することです。皆さん何を求めますか、何を求めますか。じゃあ皆さん、もう答えは十分出てると思いますが、何を求めますか。これから何を求めるんですか。皆さん何を求めるんですか。そう、イエス様のお金、お金、イエス様の愛、お金じゃない、イエス様の愛を求めます。イエス様の愛を求めます。正解です、正解です。イエス様の愛です。神様の愛です。わかりましたか。イエス様の愛、わかりましたね。皆さんわかりましたね。何を求めるかわかりましたか。イエス様の愛を求めるのです。イエス様の愛を求めるのですね。あのこう焦点をね、こうみんな間違ったものを求めてるんですね。間違ったものをね。でもそのイエス様の愛、イエス様の愛というものが分かったらば、もうその本当に大事なものが何かね、結婚ではない、仕事ではない、人間の愛ではない、恋愛ではない、欲望ではない、ゲームではない、お酒ではない、ギャンブルではない、ね、覚醒剤ではない、イエス様の愛です。イエス様の愛です。イエス様の愛です。それが本当の、本当に必要なもの、本当に私たちを幸せにするものです。イエス様の愛を受けてください。誰でも受けることができるのです。誰でも受けることができるのです。イエス様にくださいと言えばね、誰でももらうことができるのですね。ぜひ皆さんが、イエス様の愛で満たされてね、これからの人生、本当に一番必要なものを求めてほしいと思います。一番必要なものね、皆さん、日本人の 99% はまだ何が必要か知らないんですね。 99% の人はですね、もう、神様の愛を求めてないのです。虚しいものを求めているんですね。皆さんも今まではお金とか、ね、異性とかそういう間違ったものを求めてましたけど、それでは決して満たされません。それでは決して、幸せにはならないのです。幸せを初めてもらいました、イエス様に会って。幸せを初めてもらいました、イエス様に会って。アメン、アメン。ですからクリスチャンは喜ぶことができるのです。だからクリスチャンは愛し合うことができるのです。だからクリスチャンは、ね、希望に満ち溢れるのです。だからクリスチャンは、ね、神を知ったのです。神の愛を知ってるならば神を知ったことになるのです。だからクリスチャンは欲望に従わないのです。だからクリスチャンは、お金を愛さないのです。だからクリスチャンは敵を愛するのです。アメン、アメン、アメン、アメン。それではですね、人間の愛は嘘の愛であるということが、分かった人手を挙げてください。人間には愛がない、人間には愛がない、私には愛がないということが分かった人手を挙げてください。手を挙げてください。アメン、アメン、アメン、アメン。素晴らしい、アメン。リュウさん4つ4本手が4本手がありますね。素晴らしい、アメン、アメン、アメン。皆さんね、その神の愛を知る、神の愛を知る、これはすごいことなんですよ皆さんね。日本人の 99% の人知らないんですから。皆さん今日この部屋に来てよかったですね。この部屋に来てよかったですね。まだ信じてない人もいるかもしれませんが、
ああって分かった人もたくさんいると思いますよ。あ、今日今晩分かった、今晩神の愛が分かった、今晩ね、何が大事か分かった、今晩人間の幸せが分かったという人が何かいると思いますね。何かいると思います。それではね、分かった人はね、こう言ってください。イエス様愛をください、イエス様愛をください、イエス様愛をください、あなたの愛を受け取ります、あなたの愛を受け取ります、あなたの愛を受け取ります、愛をください、愛をください、愛をください、あなたの愛を受け取ります。アメン、アメン、アメン。天皇様、以前はあなたの愛を知らずに他のものを求めてました。人間の愛とかお金とか欲とか何かこの世の楽しみとか快楽とか、そういうものを求めていましたけど、そういうものでは満たされませんでした。お酒を飲んでも、悪いことしちゃったり、お金を求めてもかえって心が荒れたり、このようなものを求めても何も幸せになりませんでした。間違っていたのです。本当に必要なものは神の愛だということ、今晩知りました。今晩、今晩、本当に必要なのは本当の愛、永遠の愛、変わらない愛、神の愛が本当に必要だということが分かりました。イエス様、あなたこそ神の愛、あなたこそ神の愛、神様が一人子を与えてくれた、本当の愛を与えてくれた、私たちのために死んでくれた、私たちのために血を流してくれた、私たちを許すためにご自身が苦しみを受けた、友のために命を捨てる、これほどの愛はない、最高の愛、最高の愛、最高の愛が十字架にあることが分かりました。その愛を受け取ります、その愛を受け取ります、その本当の愛、永遠の愛を受け取ります。今アーメンと言った方々、注がれますように、本当の愛が注がれますように。そして私たちは信仰によって一番大事な神の愛を求め続けます、求め続けます、求め続けます。この砂漠のような植え替えた日本にあなたの愛が必要なのです。あなたの愛が必要なのです。私たちの人間関係にあなたの愛が必要なのです。敵を愛するような愛が必要なのです。イエス様、日本にください、あなたの愛をください。日本が満たされますように、日本が満たされますように、あなたの愛で満たされますように、あなたの愛で満たされますように。あなたの愛が必要なのです。子供たちに必要なのです。老人に必要なのです。泣いてる人たちに必要なんです。苦しんでる人たちにあなたの愛が必要なんです。与えてください、与えてください、与えてください。雨のように、大雨のように、大雨のようにあなたの愛を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 メン。皆さん、イエス様与えてくれます、イエス様与えてくれます。リバイバルです、リバイバルです。明日礼拝に来てください。おやすみなさい。ありがとうございました。シャローン、シャローン。おやすみなさい、おやすみなさい。アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。